ダッカンさん、ありがとうございます。ピョンピョンピョン、ダッカンさん、ありがとう。 Thank you です。ありがとう。顔ギラギラ、言い方よ。そう、まあ、なかんさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。令和4年度って今日で終わりなんですか？明日で終わりか。私に湿布を貼ったんですけど、意外とね、楽になりました。結成記念日、そうなんです。実質明日が60年。なんですよ。な、釣りけんさん、パンパカパンだ、ありがとうございます。パンパカパン、ありがとう、ありがとう。やっぱ強いんじゃね、ロキソニン。ツリケンさん、チュクチュクチュ。いや、寒くないんよ。
やっほー、水拳さん、パンパカパンタ、ありがとうございます。初スタジオ来れてとても楽しくて、ありがとう、ありがとう。ありがとう。スタジオ公演楽しかったよ。ありがとうございます。今日のキラキラめっちゃ見えるね。なぜかしら。公演お疲れ様でした。一時一時素敵でしたよ。ありがとう。生誕のサングラスは本当はあの指差しって打ち合わせしてるの、してないんですよね。した方がいいよね。なんかその場でやったらライブ感があるかなって。姫様の生誕祭楽しかったです。ありがとうございました。ありがとう。下の子行きます。楽しみ。お、ありがとう。キラキラだったのか、鱗かと思った。え、目だけ魚。今日声が枯れちゃった。元のキラキラ客席からでもよく見えた。そうなんじゃ。マットリの悩みって女子共通。そうなんですか。マットリップをマットリって訳すの初めて聞きました。スタジオ公演の道は面白いから好きです。面白いかな。よかった。コンタクト入ってないです。裸眼なんです。目いいからね。最高からの声出し楽しいね。マットリップです。これインスタライブをインライって呼ぶくらいの馴染みない。わかる。インライわからん。私もパッと聞いたらインライって何ってなる。おー、自分も2声頑張ります。あらま、素敵。待ちしております。息をする心なくすとも今日で完売してた。そうなの。お話し会の時にもなかったですけど、今日ちょっとあったってこと。最初らへんは最近いろいろ略しすぎて分かんない。確かに略せばいいって問題じゃないよね。ありがとう。これお疲れ様。今日も最高でした。イエーイ。あんな声だね。アクスタ最初並んだけど最初からなかったと思う。やっぱそうなのね。私もね、欲しいんですよね。あのアクスタ、ツイッターの文字数制限で略すの増えたんやろな。そうなんですか。そういうこと。みんなツイッターに
対応して略してるの？ツイッターでインスタライブの話略さないでしょ。まあ最近くるくるがみちさんとのレッスン上でのイチャイチャをすごく嬉しそうに話してます。え、くるくる？いい女すぎたって話したい。私ですか？村田よりもありがとう。 TKTKTK なわてかてか、これをいただきました。 PNR なんでしょう。PNR井上福ちゃんが去年の誕生日動画見てみちが髪近いのに驚いてた。ありがとう。プリンプリン PRN やな。ペンギン PN G N じゃねえそれ。正解はパネルです。じゃじゃん。でも皆さんまださもらってない？見ちゃおう。なんか荒い。ほうほうほう、ほうほうほう。ほう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 。ちょっとなんか絵みたい。見たい方だけ見てください。見たくないよって方は目を閉じて。でもさもう見知っとるもんね写真は。やばい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 。今部屋が汚いんだ。とこう写したら顔が変わるやん。ちょっと見てください。あのちゃんとね真正面からは皆さんの手でゲットしたもので見てみてください。すごく絵みたいでした。どの角度からでも見つめられてる。確かに。PNL か。あ。とこれも。事務所でいただきました。みちゅえって書いてある。みちゅえ。皆さん見ましたか？私今日初めて見ました。パパパパピさん。ね、
それね。プレイボーイってさ、あのウサギの絵って関係ある？プレイボーイ、プレイボーイってみち似てるってめっちゃね言われたメンバーに。似てるって。私のお気に入りの顔は越えてゆけの4コマ目の私。こんばんは。越えてゆけっていう題名の4コマ目顔。イラストにしやすいのかな。今までしてる。ヒッピーさん、確かにグッとしたらヒッピーさんじゃん。もうしにくいと思うよ。しにくいと思う人と、しにくいとしやすいと思う人。皆さん、私の絵を描いてください。ね、見てくださいましたかも。いやちょっと、こんなお話し会、こんな。こんなじゃなくて、こんなんで喋ってるから。こんばんは。ね、ちょっと顔表情がね、ちょっとあれですよ。絵って何でもいい。うん、あれ怖かった。ウサギ、ちいかわのウサギのやつ。こんばんは。3月20日。その話し会の時テンションが高くてびっくり。本当？はにゃ声だね。ね。ひどいはにゃ声ですね。6周年コンサート一般発売でチケット取れて、お、やったね。ありがとう。もうじっくりすにみちもいたのにね。ね。まあ、今だけその肌触りを変わったみたい。なんで今だけ？なんでなんじゃろ。いきなりなったね。ここに来て。
鼻の奥に誰かいるレベルの鼻声。どういうこと？今日の前髪じゃないや、今日のメイクも良くない？なんか顔がね薄いわっていう話をしとってね、そしたら前ハチがね黒のマスカラ貸してくれて、黒のマスカラ塗ったら顔がねちょっとはっきりしたんですよね。あとアイライン、黒のアイラインは自分のものを使ったけどね、はっきりしてるよね。うふ、前髪はいつもと同じ、うん、ちょっと伸びたから巻いてるけど、ちょっと伸びたから巻いてるから短いんです。逆に伸びたけ巻いたけ短くなっちゃった。こんばんね、最近ピンクなんですメイクが。初めて来ましたが可愛い、ええー、やありがとうございます。やばいやばい、初めて。かしこまったか。切っても1年以上、そうなんですよ。最近まつげバッチリメイクが多い、そうなんです。まつげがないって気づいたんですよ、リップの動画で。え、こんなに私ってまつげが細いのって。今日は私の誕生日です。アビアサさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。明日も公演が、明日は昼夜であるので、もうこのままのメイクで出たいね。誕生日先生だってそうですよ、私の22歳の誕生日に終わりました。そしてこっちに変わりました。土平日の昼公演はレアね、風呂入らないんですか？入るんですよ、だから取らないといけないんです。取らないといけないっていうか、普通に取るけどさ、取るけど取りたくないよね。いろいろ行くと、おすごい、さすが。うっかりするとコンサート、うっかりするとコンサート、うっかり、コロロ全部食べた、食べてないよ、ちょっとずつね、いただきますよ。なんかね、鼻ね詰まってるんですよね。噛む噛まないの問題じゃなくて、明日の見どころは、明日は ST48 結成6周年当日なので、そこが見どころでもありますし、まあね、夜は千穂ちゃんの生誕祭なので、そりゃあ千穂ちゃんが見どころです。いや、私ももちろん頑張りますよ、頑張りますっていうか、頑張るというか楽しみますけどね、千穂ちゃんへ私のパフォーマンスを、千穂ちゃんの生誕も最大限に盛り上げられる、自分
ができる力でね、一つのピースとしてで、そりゃ最高のピースになろうって思いますが、やっぱ見どころはご本人ですね。生誕メンバーご本人。昼は生誕祭ではないので、お昼はお昼で、そうです、とりあえずうなぎでも食べたし、ちょうどさ一昨日ぐらいうなぎ食べたんだよ。昨日かな。お見送りで声聞けますか。出せるけど16人おるけんね、なかなかね難しめですね。聞き取ってくれたら。って感じかな。今日のお見送りイレギュラーだ。本当に焦点みたいな。父がくしゃみしてる。ステーキ食べてないよ。食べたい。ね。すごく本当にイレギュラー。それでは。誕生を読んでいきたいと思います。13位まさじさん、12位ふうさん、11位じゅならごさん、10位きみさん、9位ほぜさん、8位上野さん、7位ブルーさん、6位きみさん、ほぜた6位きゅうさん、5位つぼゆうすけさん、4位まるともちゃんさん、3位いしけんマシーンさん、2位つりけんさん、そして1位はドゥルルルンじゃじゃん、なっかんさんでした。ありがとう。そしてラッキーナンバー22はドゥルルルンじゃじゃん、ギルスさんでした。ありがとう。やばい、鼻づまりとなんかかすれですごい声になってる。また明日、バイバイ。